はい、今朝取った鹿を、今の時間になりましたね。ナイターになってしまいました。肉の処理が終わりましたので、その後内臓とか骨を犬ように炊きました。30分間、それを横に置いてですね、今度は鹿の、兜、頭をですね、角、超強力な強火で煮ますね。大鍋で煮ます。これを 4,5 時間煮ればですね、白骨になりますね。皮と身をそーっと柔らかくなってから剥ぎますね。その後中に入っている脳とか神経は高速洗車機でジェット、なんていうかな、高速洗車機って言いますかね、高圧の水圧の友人が持っていますので、それで吹き飛ばします。いつもは例年は1年がかりで作っていましたが、今は2日で出来上がります。そういうことで鹿の大角ですね、この辺では大きい方ですね、左右対称の立派な角です。これを今からじっくり煮て白骨化します。本日は山の神様に感謝します。またご視聴ありがとうございました。今気温がですね12度ぐらいですけど、火を焚けば暖かいです。失礼します。